皆さんこんにちは、渡辺和樹です。今回は2023-24年モデルの新しいサロモンのアディクトを紹介していきます。はい、とりあえずアディクトから行ってみますね。結構履いた感じ軽いのと、多分これ、ちょっとスキット混じりに滑った方がいい感じの今第一印象ですね。よし、行きます。結構なんだろう、ちょっとビンディング前みたいな感じ、自分のイメージよりも、まあ今まで使ってたプライムとかよりなんだろう、センターが少し前にあって、まあやっぱちょっとスキッとする感じかな。第一印象は結構軽くてこうズレ系で乗るのかなと思ったんだけど、なんかやっぱビンディングっていうか足の位置が若干前だからテールが結構効くね。これフィーリングはもっとずらしていい感じなんだけど、後ろがしっかりするからスキーが前に出るんで、意外とカービングっぽいスキー、最初の印象とちょっと違う感じ。いや、なんだろうこれ、結構スキーの幅って足元レーシングスキーなんかよりも幅感じるんだけど、足元をしっかりとグリップして思ったより逃げないし、これ長さ今170なんだけどかなり曲がるね。小回りのスキーみたいによく曲がります。SMAX、ちょっと SMAX っていわゆるオールラウンドですごくこうちょっとスキットもカービングもどっちもできるっていう感じであるんだけど、フィーリングはレーシングスキーのようなカービング感覚だけど、なんか履いた印象は MAX みたいな板の、印象という、ちょっと2つの要素がなんか混じってる感じのスキーな気がする。さあ次はアディクトプロ、さっきのは普通のアディクトなんだけど今度プロですね。ちょっと長さが違って、最初のは170だったんだけど今回は163で、
行ってみますね。お、まあ、長さも違うからっていうのもあるんだけど、また一段と軽いね。でも多分こっちのスキーの方が全然グリップ感が出る。足元っていうかね、このスキーの張り感がプロの方がちょっと強い感じする。それと細いね、こっちが多分。だからなんか多分こういう切り替えがあって早く行けそうな気がする。さあ今度はアディクトプロ。これやっぱアディクトのこのシリーズってすごい、やっぱビンディングの位置が結構特徴的かもしれない。思った以上に結構、ビンディングの位置が前だね。これね、プロはこれはねちょっとねレース用のスキーっぽい足の下の感じ、こういう切り替えとか動きがやっぱり早くできる。やっぱこれ多分スキーの幅がだいぶ影響してる。このアディクトのプロは、まあ、ちょっとさっき試乗した、普通のアディクトと長さが違って、こっち163なんだけど、まずやっぱりスキーの全体の張り感が多分ある。で足の下の幅が意外と狭いんで、すごいこう切り返しが、素早くいける。それからテールの感じはね意外と長い。アディクトプロの方がやっぱり結構スキーのしっかり感はある。だからスピード上げても多分板全体が安定してるんだけど、やっぱ多分スキーの太さがもう全然違って感じて、こっちは S レースみたいにちょっとレーシングスキーのテイストがありながらの、なんて言うんだろう、やっぱ長さの割にスキーの後ろがしっかり効いてくれるんで、ターンの後半とかちょっとわざとこうやって後ろへ乗ってもスキーがすごい走る感じが出る。ちょっと面白い感じ。昔すごい、サロモンの昔のスキー知ってる人は X カートとか、赤いスキーの俺、3V とかね、前がちょっと短くて後ろが長いスキーとかあったんだけども、それをちょっと思い出しちゃうようなフィーリングも少しありますね。滑ってきました。アディクト、そしてアディクトプロ、最初の印象はやっぱり、まあ、軽くて、でビンディングが思った以上に結構前寄りについてる感じがしますね。このサロモンのスキーって結構昔のレーシングのスキーがあったり、 X カートっていう一般用のスキーもあったんですけど、ビンディング前に設定してトップ側のこうシナリオを良くしたりするスキーってあったんだけど、このアディクト前がこう短いから前がこうキュッと折れるのかなと思いきや、そうじゃなくて前も後ろもしっかりしてます。で滑り始めるとやっぱこの後ろの良さ、テール側の良さっていうのを結構感じます。まあ折れないっていうのはやっぱこのブレードテクノロジーかな、まあ、これがあるから板全体にこう、うまく力が伝わってくれるのと、テール結構長いんだけど、このモーションテール
ちょっとこの割れた感じなんですけど、これ意外とね、変なグリップ感とか出ないで、スピードが出た時ターンの後半しっかり後ろが、粘ってくれるっていう感じがして、操作性は結構ナチュラル、まあ、パッと見それから履いた瞬間は後ろ長いっていう感じなんだけど、滑るとフィーリングは結構ナチュラルな感じでしたね。まあ、サロモンっていうと、まあ、このサロモンブルーっていう感じの S レース、去年からブレードテクノロジーで、全体的にこうしなりが出るようにして、まあ、スキーの走りを引き出すっていうブレードテクノロジー、それとこの SMAX なんかはこのセンター部分両サイドが盛り上がっているエッジアンプリファイアっていう構造にして、まあ、この中にビンディングを埋め込むことでエッジを立ててあげて進んでいくと、もう半オートマチックな感じでスキーのしなりが出て曲がってくるっていう、まあ快適に、オートマチックに滑れる感じの S マックス、そして結構技術志向の S レースっていう、この2つがすごく、代表的なモデルなんですけど、このアディクトはその両方の結構いいとこ取ってると思います。中でもアディクトプロ、これは結構センターの幅も狭いし、もうエッジの返しも速いし、スキーの走り感もかなりこっち側の S レース寄りのフィーリング感じました。でもう一つの、アディクトですね、プロじゃない方のアディクト、こっちはすごく、まあ、ナチュラルに、まあ、滑れるんだけど、スキーの幅もあるから、むしろこの、S マックス寄りのフィーリング結構感じましたね。なんか2つのタイプのちょうどいいところを、集めて作ってるっていう感じでした。でも、まあ、圧倒的にこの2機種、S マックスと S レースと違うのは、まあ、ビンディングの位置と滑った時のフィーリング、これちょっと今までとない新しい感じだと思います。僕が選ぶんだったらこのアディクトプロ、これ今日履いたのは163だけど170でいいですね。170でもね相当曲がると思います。足の、センターの幅がなんかスラロームのスキーみたいな感じだし、カーブも結構スラロームに近いカーブあるんで、170で結構いけると思います。っていう感じで、まあ新しいテクノロジー、このテール側のモーションテールとか新しいテクノロジーもあるんだけど、フィーリングが新しい、もうカテゴリーもなんか今までの技術志向、快適志向のちょうど中間を取っている、すごくこうちょっとサロモンらしいスキーがまた出たんじゃないかと思います。ぜひねこれ試乗する機会あったら試していただいて、使ってみていただけるといいと思います。ということで、結構クルージングっぽくゲレンデ滑りたい人にはこのアディクトで、その中でもちょっとクイックに、あるいはスキーの走りなんかを求めたい人にはアディクトプロをおすすめします。